に見えるから。パジャマじゃないよ。パジャマじゃないからね。はい。さあ今日は昨日今日と三条にある八木ヶ花オートキャンプ場っていうキャプテンスタックさんがやってるキャンプ場で、NST さんが主催のね、なんかアウトドアのイベントがあったんですけど、そうで昨日今日と2日間やってて、どっちもデイキャンプイベントだから、2日間こうお泊まりのキャンプじゃなくって、昨日は昨日今日は今日で参加者の方が来てくださってたんですけど、そう今日はね私も取材に行かせていただきまして、そうなんですよ、今日はねそのロケを行ってきました。でイベントが9時受付みたいな感じだったんですけど、もう朝鬼早かった。朝5時に起きて何時だ、6時半ぐらい、6時半前だ、全然6時半前ぐらいに集合で、そう朝から私一人だけなんだけど、そうメンバー別に他はいなくて私だけなんだけど、そうフォローしましたありがとうございます。私たった一人をメイクするために朝6時過ぎからメイクさんが来てくれて、劇場でメイクしてもらって、朝7時半ぐらいに劇場出発して、三条の八木ヶ花オートキャンプ場まで行ってきました。なんか本当にたった一人、私のメイクするためだけにね、ヘアメイクするためだけにメイクさんが朝早くから来てくれたの、申し訳なさすぎる。今日はツインテールにしました。そうそう、しかもなんか前日おしゃべり会、昨日おしゃべり会っていうかツーショットが、のツーショット撮影会でショールームを11時半ぐらいまで、なんか終わってヤヒの卒業セレモニーとかがあったからちょっと遅くて、終わってからお家帰ってきたらもう9時半とかで、そこからショールームして11時半ぐらいにショールームを終えて、そこから今日の準備してお風呂入って寝たら2時だった。寝たら2時だったんだけど、でも今日5時に起きなきゃいけないから3時間寝て起きて支度して行ってきた。睡眠時間3時間でここまで来た。しかも今日ねその取材終わった後ツアーリハに行って、あーもう自分が偉すぎる。明日の朝何時に起きればいいんだろう。明日の朝は5時半ぐらいかな。明日もまた早い、明日は撮影で、明日も早くて、でも5時半に受けなきゃいけない。偉いね、もう誰か褒めてほしい、本当に偉い偉い、本当に偉いよ。私は毎日早起きしてる。私は割と睡眠時間短くても大丈夫なんですけど、そう朝5時に起きてもう結構顔は死んでる。フォローしました、ありがとうございます。もう結構体力は尽きてる。代わりに寝ておいてあげるね。ありがとう。いっぱい寝てね。いっぱい寝て。もうちょっと顔は疲れてる、さすがに。そうなんだよ。朝5時に起きてね、行ってきたんですけど、でも今日はお天気に恵まれて、そう、本当に秋晴れって感じ。日光もちょっと暑いなくらい。でも風は吹いてるから、なんかもうめちゃくちゃ汗かくほど暑いっていう感じではなかったけど、そう雲一つないくらいめちゃくちゃ晴れてて、そうでしかもね、なんかその八木ヶ花オートキャンプ場っていうのは本当に八木ヶ花っていうなんか崖みたいな、そう花に見えるから八木ヶ花って言うんですけど、八木ヶ花の本当にすぐ
のところで、そうなんかね、めっちゃくちゃ近くに八木ヶ原が見えて超景色が綺麗なところなんですよのキャンプ場なんだけど、今日はめちゃくちゃいいお天気だったから、青空にもう八木ヶ原がねこう生えてて、でしかもなんかちょっとずつ紅葉してる、まだね緑の方が多いけど、そうまだ緑の方が多いけどちょっとずつ紅葉してたりとかして、めちゃくちゃ景色が綺麗だったんですよ。そう超綺麗だった。そう一瞬だけ行って八木ヶ原の写真撮ってきた。わざわざ行ってくれたのありがとう。そうなんか事前受付で親子連れの方々が来てくださるイベントだったので、なんか今日飛び入り参加みたいな感じはできない。本当になんか親子連れっていう親子も本当にちっちゃい子から小学生とかの子たちが来てくれて、そうなんです、そうなんです。だから本当あんまりファンの皆さんにはこうなんだろう、あんまり関係ない話だったかもしれないけど、そうなんです、めちゃくちゃ楽しくて、そう子供がいればな。そう一番ちっちゃくて何歳、4歳くらい、なんか昨日は4歳くらいだったって言ってましたね。今日は一番下で何歳の分かんないんだけど、そうそうなの、今日もちびっこに会えたの。えねえ聞いてほしい、もう今日超可愛くってね、なんかその一般のその参加者の方とは別行動で、私はなんか一緒になんか対応、なんか参加者の方とはあんまり交流はなくって、なんか私は私でロケが淡々と進んでいくみたいな感じだったんですけど、なんかロケの合間にその参加してる方々とちょっとお話ししたりとかみたいな感じだったんだけど、なんかそこにね5歳って言ったかな、5歳の女の子がいたんですけど、なんかね その子はお母さんと女の子で2家族、多分お友達なのかな、お友達家族と4人で、お母さん2人とちっちゃい子2人で参加してて、でなんかこう収録一旦休憩中みたいな時にそこのねご家族お二方が来てくださって、そう一緒に写真撮ってくださいって来てくださってね、一緒に写真をね撮ってたんだけど、そうその時うんね、そ多分2人とも5歳ぐらいじゃないかな、女の子で、そうでその後その休憩のたびにねいっぱい会いに来てくれて、でそのうちの一人の子がめっちゃ会いに来てくれてて、そうなんか参加してたのはその4人お母さん2人女の子2人やったんだけど、なんか休憩の合間頻繁に一人のお母さんと女の子がめっちゃ会いに来てくれて、でなんか結構お話ししたんですけど、なんかすごいねアイドルに憧れてるんですって言ってくれて。そうめちゃくちゃ可愛かったの、ずっと手つないでたその子と。そうでね、なんか NGT 知ってるって、なんかすっごい恥ずかしがり屋な子なんだけど手はつないでくれるの。そうなんかね、そう何の話したかな、何歳ですかって言ったら最初モジモジしてたんだけど、なんか5歳そう言ってくれて、その後お名前聞いて、そうなんかキャンプしたことあるのって聞いたらあるって言ってて、そうでね NGT って知ってるって聞いたらなんかみたいな。めっちゃモジモジしてたんだけど超可愛くって、そうでもなんかお母さん曰くすごいアイドルになりたいんだよねみたいな、そうなんかダンス好きだもんねみたいな感じで言ってて超可愛かった。5歳の子っていつになったら NGT に来てくれる？6期生ぐらい？もう超可愛かったんだけど。めちゃくちゃ可愛かった。そうか NGT に来てねって言った。超可愛かった。でなんか最初はすごいモジモジしてて、なんか
ね、GT に来てね待ってるね、これ手つないでんだけど、 GT に来てね待ってるねって言ってて、そうで、めっちゃ多分一緒に写真3回ぐらい一緒に写真撮っただけど、そうなんかそれで、でももうね最後ね帰る時にはねめっちゃ仲良くなってね、そうなんか最初あんなにモジモジしてて何歳ですかって聞いた時も全然自分で年齢言えないくらいモジモジさんだったのに、私が最後帰るってなった時はめっちゃ遠くからバイバイありがとうまたねって言ってくれたの、超可愛くないやばい、可愛すぎた、無理しかもさ、そう何回もさお手手つないでさ一緒にお話ししてたんだけどさ、なんかもう赤ちゃんの手だった、すっごい私なんてカッサカサのおばあちゃんの手だなって思った、なんかなんであんなに若いって素晴らしい、もう手が赤ちゃんの手だった、しべすべのね、なんかわかりますか、ユナコの手ってでもそうなんだよねなんかユナコの手みたいだった、ユナコの手のなんかちっちゃい、ちっちゃくしてユナコの手って赤ちゃんなんだよね、めっちゃなんかねすべすべでね、ふわふわでね、もうなんかほんとにもうずっとお手手つないでたいぐらいすべすべだし、なんでこんなにお肌がもうすべすべなんだろう、若いって本当に素晴らしい、もうお顔のねもうお肌もチルチルでね、そう可愛すぎた、本当に超可愛かった、最初さモジモジしてたのにさ、そう最後あんなに大きい声でお別れ言ってくれるなんてもう好きになっちゃう、可愛すぎて無理無理だった、もう可愛すぎた本当に、でも嬉しいね、なんか NCT のことはまだあんま分かんなそうだったけど、分かんなそうだったけど、でもこれでねなんか興味を持ってくれたら何かいいきっかけになったらいいなって思うし、もう6期生とか何期生でもいいけど、あの時アウトドアのイベントに来てたお姉ちゃんがきっかけで NGT に入りたいと思いましたみたいな言ってくれたら、そんなに嬉しいことないじゃないですか、もう何期生でも待ってる、私がもういなくったとしてももう何期生でもいいから来てほしい、超可愛かった、なんだあの可愛さは、そう可愛すぎた、でもしかもその今回はその親子でキャンプみたいな、まあデイキャンプなんですけど、なんか親子でキャンプ体験みたいなやつだったから、なんか私も本当にちっちゃい頃からキャンプしてて、なんか今そのちっちゃい頃のキャンプの経験がなかったらこうやってお仕事には絶対つながってないじゃないですか、だからそのちっちゃい頃にこういうアウトドアの体験っていうか、まあ自分がちっちゃい頃からキャンプしてきてて、すごい今もこうやってお仕事につながってるわけだから、やっててよかったなって思ってるし、なんかそれってこのなんだろうな、別にお仕事につなげるとかじゃなくっても、周りの子があんまり体験してないことだったりとかするから、まあでも最近の子はみんなキャンプしたりするのかもしんないけど、この流行ってる中だからするのかもしんないけど、なんかあんまり周りでキャンプしたことあるっていう子がいないからこそ、なんか自分ってすごく特別な体験をさせてもらってるなって思うし、なんか学校とかで学べるようなことではないじゃないですか、なんかこう親子の絆が、一緒にテント立ててみようとかさ、なんかそういうのって親子の絆が深まることだし、なんか自然の中で一日過ごすって学校とかでできることじゃないし、キャンプなんて確かに大人になればねいくらでもできるし、大人になった方が楽しいって思うこともあるかもしれないけど、なんかちっちゃい頃に経験するからこそ大人になってこうやって役に立ってる人もいれば、なんか大人のキャンプの楽しみ方と子どものキャンプの楽しみ方って絶対違うから、本当にこうやってちっちゃい頃からアウトドアに親しめる環境があることってすごいいいことだと思うんですね。
なんかそれのお手伝いを、まあそんなすごい今日は深く関わったっていうよりかは、まあ、ほぼ別行動みたいな感じではあったけど、まあ、そこのお手伝いをさせていただけてるのはすごい嬉しかったし、なんかそうやって出会いがあって NGT にも一緒に興味を持ってもらえてたら本当にすごい嬉しいなって思うので、本当にね今日のイベントはそう行けてよかったなって思いました。本当にそう、あのこれは後日 NST さんの公式 YouTube 大好き新潟チャンネルに投稿されると思うので、あのまあ今日やったこととかは詳しくは言えないんですけど、そうまあそれはねぜひあのアップされたら見てほしいなと思うんですけど、でもまあその YouTube の企画とは本当に別に今回その参加してくださった親子の方になんかそうやってねいっぱいそう声かけていただいてお話できたことがすごい楽しかったです。そうだから朝早くからだったけどめちゃくちゃ疲れ吹き飛びました。可愛すぎて、もう超可愛い、ちっちゃい、こんなちっちゃい、しゃがんで目線が合うぐらいちっちゃい、そう可愛かったな本当に。もう昨日今日と子供に癒されすぎて超可愛い。子供って素晴らしい、未来がありまくってる。輝かしい、とっても超可愛かった。そうえだってね最初あんなにさこうお話しするのもさもじもじしてたのにさ、もう途中抱っこしそうな勢いでさ抱きついてきてくれて、あの私がもう抱っこしてあげそうなぐらいになんかもう なんていうの抱っこする前傾姿勢みたいな感じでこっちにあのタックルしてきてくれて可愛かった。ほんと抱っこ寸前みたいな距離感だった、可愛い。ほんとにめっちゃいっぱいタッチめっちゃやったし可愛かった。初めましてありがとうございます。ぜひフォローしてください。可愛かったな本当に。でもそうなんかそのまあなんだろう、親子の方々とは別行動みたいな感じで私がロケを進めてったんですけど、まあ、そのロケも本当に楽しくって、これね私すごい嬉しかったことがあって、そうあのとある方にねお会いしたんですよ。実は今日のロケはとある方にお会いして、とある方と一緒にロケをさせていただいたんですけど、そうだからもうめちゃくちゃ楽しかったし、なんかさ本当にもういろんなことがありすぎてこれ編集でどうなるかめっちゃ怖いんですけどもうねいろんなことがあったんです。本当に大丈夫かな、ちょっとすごい怖い私のキャンパーアイドル人生終わりかねないレベルそこまでいかないけど、なんかちょっとビジネスを疑われるようなとにかくいろいろあったんですよ。いろいろあったけどすごい面白かったから、ちょっと編集でどうなるかわかんないけど、ちょっと早く見てほしいなって思いますめっちゃ楽しかった。はい、YouTube にいつ上がるかはちょっとわかんないんですけど、めっちゃ楽しかったです。そうでなんか本当にあの一緒にロケやらせていただいたのがね、もう私の大好きな大好きなあの方だったからもう超楽しかった。一人だったら結構心細いというかちょっと大変だったと思うんですけど。今日は2人でロケをしてきたので、そうちょっと楽しかった。本当に一緒にロケできたのが嬉しかったです。そうであと NST のスタッフさんって本当に面白くってなんかガタログの時も思ったけど、ネスティのスタッフさんって本当に楽しくて私大好きなんだけど、めちゃくちゃ面白かった。なんかあの今日はそのNSTさんからヤギが
あのまで、あのスタッフさんの運転する車で連れて行っていただいたんですけど、そう、もう行く途中とかもずっとお話ししてて、そうそうそう、でいっぱい撮影とかさせていただいて、あの行く時はスタッフさんお二人と、まあ、私ともう一人の方と、まあ、あの NGT のマネージャーさんと5人でその車で行ったんですけど、会場着いたらその NST さんが主催のイベントだから、会場にはもうすでに、まあ、昨日もイベントやってたから、昨日からあの NST のスタッフさんがあちらにいらっしゃって、そうで、あの NST のスタッフさんとこうご一緒させていただいて、今日一日いろいろやらせていただいたんですけど、もうめっちゃ楽しくってねなんで NST のスタッフさんってあんなに楽しいんだろうなんかどのテレビ局のスタッフさんもなんかみんなすごく気さくというか、なんか本当にどのね、あの局行ってもそうなんだけど、すごいその局の方同士がすごくあのアットホームで、そう素敵だなと思うんですけど、 NST さんは本当にそんな感じで、なんか今日アウトドアのロケだったんですけど、あのそのロケの中では、まあ、やることってこれをしますこれをしますこれをしますって決まってるんですけど、なんか間の休憩時間に突然 NST のスタッフさんがお肉、ウインナーかな、ソーセージ焼き始めてなんかもともと普通にそこで焚き火の撮影をしてたの。焚き火の撮影した後、その焚き火が開いて、なんかその焚き火台自体がそのコンロにもなるようなタイプの焚き火台で、あの上に網を置けばなんかこう何ダッチオーブン置いたりとか、あの調理もできるようなタイプ の、 あの焚き火台だったんだけどその撮影し終わった焚き火台に網を敷いて、あの買ってきたソーセージを焼き始めて、そうで、そのロケ中の私たちに、てかまあ自分たちがもちろん食べるつもりで買ってきてらっしゃるんだけど、私たちにも分けてくださってソーセージいただいて、したら細い方のソーセージも来てはい細い方も焼けたよみたいな、その後お肉焼き始めてお肉焼いて、お肉もできたよみたいな感じで、なんかすごいバーベキュー始まっちゃってしかも炭火というよりか焚き火で、そう焚き火でバーベキュー始まっちゃって、しかもなんかもうスタッフさんというか地面に座ってんの、地面に座ってもう焚き火囲んで、もう焚き火じゃないからさ、そんな火も燃え上がったりしてないから、もうその焚き火も近くにもう地べたに座ってこうやってなんかお花見してる人みたいなお花見してる人たちみたいな感じで、その焚き火台を囲んでお肉焼き始めて、でなんかもう焼けたやつから次々お皿に入れて、はい焼けたよって持ってきてくださってなんかもうさ、すごい NST さん の、 あのバーベキューにお邪魔した人たちみたいになっててめっちゃ面白かった本当に。その NST のスタッフさん方が仲良しだから、そうなんかすごい和気あいあいとしてる感じだから、もうそこでなんかワイワイし始めちゃって、そうでお肉分けていただいて、本当になんか NST さんのバーベキューに遊びに行った人たちみたいなで、しかもちゃんとお肉めっちゃ美味しかったんだよねそうなんかさ、アウトドア本当になんかロケとは全く関係ない、ただただそのスタッフさん方がそのお肉食べたくって買ってきてたものを私たちもいただいたみたいな、そうめっちゃなんか眺めてるだけで面白かった楽しそうなの見てるだけで面白かったそうで、なんかその後撮影の中であのご飯、それはあのちゃんとロケの中でなんだけど、ロケの中であのダッチオーブンでお米を炊くみたいなのがあって、まあ、自分たちが炊いたわけじゃなくて、そのもともとあのね、今回は新潟のバーベキュー協会さんがあのいろいろとやってくださって、
バーベキュー協会の方がそのご飯とかを調理してくださってるんだけど、その方々が作ってくださったダッチオーブンで作ったね、あの白いお米があって、もうそれはなんか撮影の中でこう蓋開けて、おこげありますねで、そういうご飯食べてみたいな感じだったんですけど、なんせダッチオーブンでさ、お米炊いてるからさ、めちゃくちゃ量あるのよ。で撮影の中ではせいぜいさ一口二口ぐらいしか食べないじゃないですか。でその後もうそのダッチオーブンの中にあるお米を、まあ、スタッフさん方とみんなで食べたんだけど、お米だけでもめちゃくちゃ美味しいのね。なんかもう本当にお米おかずいらないぐらい、なんかダッチオーブンで炊いたお米って結構粘り気があって甘みをすごい強く感じて、めちゃくちゃ美味しかったの。ご飯だけど、ご飯だけで美味しかったんだけど、なんせ近くそのさ、その撮影してる真ん前でさ、こんな撮影あるっていう感じ、真ん前でその他の NSC のスタッフさん方がお肉焼いてくれてて、撮影終わった後にもうそのダッチオーブンで炊いた白米と NSC のスタッフさん方が焼いてくださったお肉と一緒に食べたんだけど、もう合わないわけがないじゃない。だってお米だけで食べても美味しいのに、そんなお肉があったらさ、合わないわけがないじゃないですか。そうだからもう最高のお昼ご飯を食べさせてもらいました。なんかもうね、そのいろいろやってる時にお腹空いちゃって、しかも朝5時に起きてる人だからさ、もうお腹空いちゃって、そうでもご飯も本当にスタッフさん方もみんなおかわりして、ダッチオーブンなんて言ってたっけな、ダッチオーブン30センチのダッチオーブンで、なんて言ってたっけな、6号炊けるんですって。6号ってどれぐらいかよく分かってないけど、それでなんか6号をスタッフさん何人で分けたんだろう、8、1、2、3、4、5、あでも結構10人ぐらいだかな、10人ぐらいとかで、私たちも含めて10人ぐらいで6号をもう食べちゃうぐらい、10人ぐらいだもん。でもいい、めちゃくちゃご飯も美味しくて、お肉もめっちゃ美味しくて、そうちゃんとしっかり食べた、うん、お茶碗1杯分は私も食べたと思う。なんかおかずもあるからさ、お肉にで、しかもそのなんだ、ロケの中ではその野菜とかもあったから、ピーマンとかもう本当にバーベキューの食材みたいな、ああいうのも食べたし、そうもうしっかりお腹いっぱい食べさせてもらった後に別のメニュー出てきて別のメニューもまあまあしっかり食べさせてもらったし、その後焼きマシュマロとかして、もうロケの半分食べてたから、アウトドアグルメみたいな、幸せすぎました。わかる、ただただバーベキューに参加した人みたいになっちゃっててさ、どっちかというとその今日は体験みたいな、あの設営とかやって、あとはそういう設営に必要な知識とか、あとこう野菜とかも焼くコツとか、いろいろそのバーベキュー協会の方々が教えてくださるみたいなイベントだったんだけど、そうもうなんか美味しいものしかなくってそうめちゃくちゃね楽しかったよ。もうなんか今日お腹いっぱいなんでね、お昼食べすぎて、だから今もう夜ご飯いらない、ずっとお腹いっぱいの状態で一日過ごしてる。そう今ほんとに楽しかった、めちゃくちゃすごい楽しいロケに参加させてもらえて嬉しかったです。楽しみにしててください、めちゃ楽しかった。そうでももうさすがに帰りは疲れて結構、ね、寝てました。それでもメールは2通送ったけどほぼほぼ寝てました。でもそのなんかこの帰りスタッフさんがアイス買ってくださって、そうなんかもう行く前から言ってたの、それもまためちゃくちゃ可愛いんですけど、なんかスタッフさんがあの
今日はもう絶対このロケの帰りにアイスを買って食べるって僕は決めてるので帰りコンビニに寄ってもいいですかってもう行く前に事前に言われて、そう、アイス好きですかみたいな、もうそんな嬉しいことなんか、すいませんね僕のなんか身勝手な行動でみたいな感じで言われたんですけど、最初行く前なんかもう僕はもうこういうロケの時にしかもうアイスは食べないのでみたいな、こういう時じゃないと食べられないのでみたいな言ってて、フォローしましたありがとうございます、でも全然どうぞみたいな、なんならもう私アイス大好きだから嬉しいです、もうやっぱお仕事終わりはアイス食べたいですよねみたいな、同志みたいな感じだったので、それで本当にロケ終わった後でも言うてその八木ヶ浜から一番近いコンビニまでまあまあ距離あるんですよ、やっぱキャンプ場さ山の中にあるからさコンビニなかなかなくて、でそもそもその八木ヶ浜から一番近いコンビニでも結構車走らせないとないくらいな感じなんですけど、そう、それでコンビニに着いてスタッフさんがその全員分のアイス買ってくださって、そうでなんかセブンだったんだけど、その行ったコンビニがなんかそのスタッフさんはセブンのオリジナルアイス結構いろいろあるじゃないですか、セブン限定で発売されてるアイスとかああいうのが好きだったらしいんだけど、ちょっとそこのコンビニにはあんまりそういうのがなくて、もうほんと王道中の王道みたいなアイスしかなかったの、もう私はちなみにパルムを選んだ、だからパルムとかそのなんだっけスーパーカップのバニラとかピノとかアイスの実、もう本当にもうレギュラー中のレギュラーみたいなアイスだったんだけど、その売ってるアイスが、そうでなんか本当にスタッフさん全員っていうかよ私含めて帰りは4人だったんだけど4人分のアイスを買ってくださって、そうでしかもさその私のマネージャーさん NGT のマネージャーさんはあんまりそういうアイスとかを食べてるイメージがなかったの、なんか本当にマネージャーさん 何食べてんだろう何食べて生きてるんだろうみたいなぐらいなんかそうあんまりちょっとなんかわかんない何を食べて生きてるかよくわからないですけど、そうマネージャーさんはピノを選んでて、あこの何があったっけな、アイスの実とガリガリ君とパルムとピノとチョコモナカジャンボとあとなんだっけ雪見大福とあとなんか雪見大福のみたらしっていうのは今出てるんですけど、それぐらいだったね、なんかイレギュラーなやつは、あとはもう王道なのしかなかった、あと謎にハーゲンダッツのキャラメルが1個だけ置いてあったあとは普通のバニラのソフトクリームみたいなだったんですけど、マネージャーさんはピノを選んでてなんかあんまりそのマネージャーさんが普段どういうものを好んで食べてるかってよくわかんない、まあ、よくわかるマネージャーさんもいるけどなんかよくわからない何を食べて生きてるんだろうみたいな感じの方もいる、そうで今日いらっしゃったマネージャーさんはこのね品揃えの中でピノを選んでてあピノ選ぶんだって別に悪くないですよ、なんか結構やっぱ本当にそれぐらいさ王道なアイスが並ぶとさもうここまで来ると本当にどれのアイスが一番好きかみたいなところあるじゃないですか、もうここでねいろんな種類があったらあこれなんか見たことないから食べてみようとかってあるかもしれないけど、なんかもうそこまで王道中の王道のものが揃いにも揃ったらさもう本当に自分が好きなアイスを選ぶじゃないですか、そうでピノなんだハーゲンダッツは誰も選んでなかった、ちょっとさすがにねなんかスタッフさんにさご馳走していただくのにハーゲンダッツはちょっとなんか申し訳なかった
一個しかなかったし、しかもその前にご飯めっちゃ食べてんのよ。私はもうお腹いっぱいだったけど、やっぱアイスは食べたかった、どうしても。だから私はパルマにしたんだけどめっちゃ面白かったな。そう、もうでもそのアイス食べた後はもうめっちゃ寝ちゃった、そのまま。だって朝ね5時起きだったからさすがに。しかもさ今日ねいいお天気だったからさ、すごい楽しかったんだけど、やっぱ外に一日いると疲れるじゃないですか、屋外って。それもあってなんかもう体力奪われてしまった、疲れて寝ちゃったけど。そう、でもなんかがっつり寝たっていう感じじゃなくて、なんかもうはんもうずっと寝たり起きたりの繰り返しみたいな感じ。ちゃんとは寝てなかった。そうで、その後劇場戻ってきて、結構さ本当帰り道の方が長く感じたかも。はじめまして、ありがとうございます。ぜひフォローしてください。行きはなんかあっという間だったな、意外とすぐ着いたけど、帰りは長かった、めっちゃ。でもまあ日曜日でさ、車がちょっと混んでたのもあるよね、道が。今日日曜日なんだって感じだもん。なんか最後劇場あたり近づいてきて、バンダイにめっちゃ人がいるのを見て、日曜日なんだなって感じた日曜日だからね、人も多くて、車もちょっとやっぱ朝はさ、だって7時とかに出発してるからさ、まだ車もそんなに多くなかったけどさ、帰りはちょっとやっぱ車の通りも多くて、ちょっとね長かった帰り道。そっからリハだった。もうだって劇場着いた時点で、あ無理もう寝たいになってた気持ちが今しかもさ、明日もさ早起きだからさ、もう明日も早起きならもう寝ようよ、寝たいな気持ちだだけど頑張りました。そうで、今日はなんか3期生も一緒にねリハだったのよ。まあツアーリハだからさ、そう、あの10月30日のツアーは3期生も全員出るので、で今日は3期生もリハが一緒だったんだけど、でなんか私はそのロケに行ってたから途中参加だったのね、リハが。で自分がもうさ劇場劇場じゃない、レッスン場着いたらさ、みんなもうめっちゃ振り入ってるわけよ。でも3期生はやっぱまだその振りを覚えるのにさ慣れないから時間がかかるじゃないですか。そうだからなんかあの3期生はまだなかなか振りが入ってなくて、そうで私は本当に振り入れがめちゃくちゃ苦手で、もう自分であの予習していかないと周りに迷惑かけちゃうって分かってるから、もう自分でこうリハ前にちゃんと振りを起こしていかないと、もう自分が不安になっちゃうから、基本はだいたい初めての曲の時はそれをやるんだけど、もう今は忙しすぎて、その初めてやる曲に関してなんかあの振り起こし、自分の中で振り起こしする時間がなかったんだよね。そう、はじめまして、ありがとうございます、ぜひフォローしてください。そう、それでなんかしかもさ、その自分の中でさ振り入れをさする時間が ないのに、もうリハは先に勝手に進んじゃってるから、もうさ、しかも体はもう疲れてるじゃん、朝一から動いて、もう気分が本当にもう最悪だったわけもうリハに行きたくないよみたいなもうだって周りはみんな踊れるのに自分は振りが1ミリも入ってないしさ、めっちゃ本当にただでさえリハ嫌いだから、その振り起こし振り入れが嫌いなの私は。みんなが嫌い、自分が踊れないの分かってるから、人に迷惑かけるし、周りより自分の方が踊れないの分かってるから、
リハが本当嫌いで、振り入れが。で今日はまさにそんな感じだったから、あ行きたくないよって思ったんですけど、あの3期生のペースでリハが進んでたおかげで、あの途中からの私もその3期生と一緒に振りを覚えるみたいな、なんか多分なんだろう、私が行く前にもう全然振り入れみたいなのは始まってたと思うんだけど、そう、でも3期生が振りを入れるまで何回も何回も同じところ練習してたおかげで、私途中から行ったんだけど間に合った、なんか、ま、1曲はもう完全に終わってたんだけど2曲目とかで、そう3期生と一緒に覚えたら覚えられたそう、でもなんかその時に、あ自分は振り入れ早くなったんだなって思った。別に3期生が悪いとかじゃなくって、多分普通なのそれが。ただただ私も本当にそういう振り入れが苦手だったし、リハなんて本当今でも嫌いなんだけど、でもなんか3期生の3期生の方がもう全然先に入って振り入れとかしてたけど、自分が途中から参戦して3期生と一緒に、しかも3期生にさ、まあ、ダンスの先生はもちろんついてるんだけど、先輩がみんな3期生に教えてあげてたのね。そうだから先輩が3期生に教えてあげてるのところにサササササって行って、で一緒に踊るみたいな3期生の振りして一緒に先輩から振り教えてもらったら踊れるようになりましたでその時に、あなんか自分もちゃんと成長してるんだなって、毎回もうリハ本当に嫌いだったんだけど、ちゃんと自分の中で振り入れのスピードが速くなってるんだなって思いました。ちゃんと3期生に負けないスピードで振り入れをできたので、だから事前に自分で覚えていく時間がなかったから、もうやばい、絶対足引っ張っちゃう、しかも途中から行く人だし絶対足引っ張っちゃうと思ったんですけど、なんとかなりましただからそこは本当にちゃんと自分も先輩っていうか、その経験値としてちゃんとあるんだなって自分の中で実感したし、というかなんかちょっと3期生に負けたくない気持ちがあったんですよなんかここで先輩らしくしないとって思った。なんか私は本当に振り入れとかもうずっと今でも苦手だけど、なんかそのやっぱ途中から入ってきたにもかかわらず、なんか先に振りがもう頭にスッて入ってる方がかっこいいじゃないですか先輩って感じするじゃん、なんかあやっぱ先輩って振り入れ早いんだみたいな、振り覚えるの早いんだってなるじゃないですか。だからちょっとその気持ちがあって、そう私も本当に見たことない振りってか、やったことない曲だったね今日のリハの曲が。だからなんかあのもう本当に私も知らない曲だったんだけど私も知らない曲ではないか知ってはいるけど踊ったことはない曲だったんだけど、なんかもう必死で覚えた。しかもまたその振りが全然覚えられない曲でなんか振りに関連性が全くない、なんかなんで今こっちに手を置いたのに次こっちに手があるのみたいな、なんか全然振りにつながりが見えない曲でめっちゃむずかったんだよね。なんかめっちゃむずかったんだよねなんだけど、なんかもう負けん気で覚えたみたいな。もう3期生にやっぱすげえ先輩って思ってほしいっていうか、なんかそのなんだろうな、こうやっぱ3期生の中、3期生のみんながどう思ってるかわかんないけど、やっぱりその4年も差があるから私たちはできなくて当たり前みたいな気持ちになっちゃうじゃないですか。いや先輩は4年も差があるんだから4年先輩でできて当たり前じゃんって思ってるかもしれない、それは分かんないけど、でもなんかそうはやっぱ思ってほしくないなって思ってて、
やっぱステージに立った時に初めてそのステージを見る人はもうステージに立ってる時点でプロなわけじゃないですか。もう何年目かどうかなんてわからないじゃない。だからなんか自分たちがステージに立つにあたってもう NGT のメンバーの一員ではあるから、その何年目がとかあんま関係なくって、やっぱステージに立つ上ではうん、なんなら先輩に負けないくらい踊ってほしいじゃないですか。その経験値の差はあれどさ、やっぱ外から見た時にはそれはもうフラットに見られちゃうから、そうなった時になんか、まあ、4年も差があるから先輩はできて当たり前、私たちはできなくて当たり前とはあんま思ってほしくなくって、そうだからやっぱ一緒のスピードで振り入れしたら、まあ、そりゃ先輩の方が振り入るの早いに決まってるし、なんか一回踊った振りでもその体の使い方、そのなんだろうな、こう正面で踊るのとちょっとさ肩を入れたりとかさ、見せ方の部分でさ、やっぱり先輩の方が経験があるからさ、見せ方として綺麗になるじゃないですか。そうなんかだからそれは確かに先輩の方ができて当たり前なんだけど、でもなんか今日は私が途中から行ったからこそ、なんなら3期生の方が先に振り入れ始まってたわけだし、なんかもう一通り踊れるような状態ではあったの3期生だけど、そこで私が途中から行ってそのこのスピード感で3期生に追いつくことによって、なんかちょっと3期生に刺激になったらいいなって思った。なんか自分たちは先輩に比べてなんか振り覚えるのも遅くて当たり前じゃなくって、なんかこうむしろあれ後から来た人なのに私たちよりも先に振りもう入ってるみたいな、もうでも私もゼロな状態で行ったんだよ。もう一回も動画とか見ないで行っちゃったからゼロな状態だったんだけど、なんかこう後からしかも別のお仕事終わりに来た先輩が初めての曲、私たちはもう先に振り入れもやってたのに後から来た先輩はめちゃくちゃすぐに振りを覚えて、でなんかそういう風に刺激になってほしかったな、し欲しいなって思ったから、あの頑張りました。なんか自分がそのなんか簡単に言ったら3期生に負けたくないからもう頑張って振り覚えたみたいな感じだけど、なんか意味合いとしてはそのライバル心を持ってっていうよりかはなんかちゃんといい見本になったらなって、一緒のさタイミングで一緒に振り起こしたらそりゃ先輩の方が早いけど、後から来た人になんかこう振り覚える速さ、さ抜かれるのはちょっとあれじゃないですか。だって全く踊ったことない曲なのは一緒なわけだから、3期生もと思ったので頑張りました。そうだからね、なんかもともと多分みんなは3期生のみんなはそういう風に思ってないかもしれないけど、なんかちょっとでもいい刺激になったらいいなと思います。なんか自分たちもそれぐらいなんかもう頑張って必死に覚えようって、私は今日めっちゃ必死に覚えたよ、必死に覚えたからこのスピードについていけたんだって思う感じなんだけど、なんかそれを分かってほしいなって思いながら頑張りました。もう私がどれだけ振り入れが嫌いで苦手か知らないでしょ。知らないでしょ。私は本当にもう今日自分が偉くて偉くてしょうがない。もうあんなにも大嫌いな振り入れをねこの短時間でみんなに追いつけた自分が偉すぎると思って自分のこと超褒めてるんだけど。そうなんか自分、そうなんかね、それ私が全然キャプテンになる前からそれこそ研究生の時になんか自分がセンターになった時ぐらいかな、なんかみんなと同じ研究生なのに自分がそのポジションにいることに対してあのなん自分の中でなんでっていう気持ちを持っちゃった時にあのすごいスタッフさんとかにもいっぱい相談してたんだけど、なんかその時もなんか私はもともとそうやって口で注意とかできるタイプじゃないから、なんだろうな、あのなんだろう、まあ別にセンターになったからって指示するとかもないけど、なんか
今の自分から変わらなきゃいけないんじゃないかなって思ってた時期があったのね。それはキャプテンになるタイミングでも一緒なんだけど、でもなんかどっちかっていうと、もう私が口で何か注意したりとかできないことは周りも知ってるから、スタッフさんもメンバーも知ってるからこそ、なんかちゃんと背中で見せられてるよみたいな、そうなんか耳が注意したりとか無理に注意しようとしなくても、ちゃんと姿勢でそういう部分が伝わってきてるから、なんか無理に自分で何かしようって思わなくても大丈夫って、その時言われたの。センターになったばっかりみたいな時はって言われて、なんかそれって今の自分がキャプテンっていう立場でいるのも一緒だなと思って、なんかキャプテンだからこれをなんか注意しなきゃいけないとか、これをできなきゃいけないっていうよりかは、なんか私は多分もともとそういう性格じゃないからこそ、ちゃんとなんか姿勢として見せることが大事だなって思って、まあそれができてるかって言われたら私は分かんないけど、結局は外からどう見えてるかの問題だから、自分でね、なんかそれを言うのも違うと思うけど、でも私はどっちかというと多分そうなんだよね。だから今日とかもなんかその口で何かを伝えるっていうよりかは、もうちゃんと私は頑張って本気になったらこれぐらい覚えたぞみたいな、なんかそれを3期生に何かちゃんと気持ちとしてなんか影響できてたらいいなって思いますね。そう、いやもちろんあの口で振りを教えたりとかするけど、なんかおい私踊れるぜみたいな見せるとかそういうことじゃなくて、ちゃんと自分が振りを理解したら相手にも教えるけど、そう、なんかそうなれたらいいなと思ったので、今日は途中参加の振りではめっちゃ頑張りました。なんかね、そうなれたらいいけどね。だからさ、3期生もそのパーティーをやることがね、昨日のツーショット撮影会で発表されて、3期生の公演の演目がパーティーになったんですけど、なんかパーティーってずっと先輩がやってきた公演じゃないですか。もうそんなの NGT に限らずさ、もう今までいろんな先輩がやってきた公演じゃないですか。その中でその NGT48 3期生らしいパーティー公演を、まあ目指してほしいなと思うんだけど、とはいえあのそこまで歴史のある公演だからこそ、やっぱある程度の一定基準は満たさないとさ、なんかここまで繋いできた、もう会ったこともないレジェンドな先輩方にも申し訳ないじゃないですか。 NGT の公演でもないから、だから本当にこう NGT 3期生らしい公演をやってほしいんだけど、もうそうするためにもまずはここまでの基準にはならなきゃねっていうのが多分あると思うから、だから今きっとねレッスン頑張ってると思うし、それでこうやってツアーリハもあってていっぱいいっぱいになると思うんだけど、そう、でもやっぱそれを少しずつ両立するのをね覚えていけたらいいなって思いますね。うん、今は多分さ、もうほんと慣れない、あれもやってこれもやってみたいな、慣れないからやっぱしょうがないけど、やっぱそのステージに立つ以上はさ、本当に何年目とか関係なくなっちゃうから、頑張ってほしいなって思ってます。うん、本当にね、なんか心配になるけど大丈夫かな、頑張ってほしいなという気持ちで私は今日はリハを見てました。
でもさ、なんかそれって自分、私の中でも気持ちの変化があるってことじゃないですか。3期生にそういう風に姿勢として見せられるように頑張ろうって思った結果、もう今までで一番ぐらいフリーレ頑張ったんです。あんなにも大嫌いで苦手なフリーレを私はこの4年間の中で一番頑張ったと言っても過言ではないぐらいフリーレを頑張ったんですね。でもそれって私にとっても結局プラスじゃないですか。自分の中でのなんだろう、気持ちが変わったというか、だからそうお互いにいい刺激を与え合える関係だったらなって思います、うん、なんかこうなんだろう、なんで先輩ってああいう感じなんだろうって3期生に思われるのも違うと思うし、なんで3期生ってもっとこうしないんだろうって私たちが思うのも違うと思うし、なんかお互いがいい刺激を与えられる関係性であったらなって思ってます。はじめまして、ありがとうございます。フォローしてください、ぜひ。そうなんだよね、だからもう今日は私頑張ったと思ってる。もう遠い遠いあっちを見ちゃう、そうと思いました。フォローしました、あ、嬉しい、フォローしてくれた、ありがとうございます。ありがとうございます。で、お疲れ様です。だからもうお腹いっぱいなんだって、昼間にご飯食べすぎてアイスも食べたからもうお腹いっぱいで何も食べてない、何もいらない、お疲れ様と思ってるけど何も食べたいと思えなかった。でもパイナップルだけ買ってきた、パイナップルだけさっき食べたけど、もう本当にお腹空いてない。もうあとは、はい、お風呂入って寝ます。だって明日も早いんだもん。明日も早いんだもん、もう、ね、寝たい寝たい、めっちゃ寝たい。はじめまして、ありがとうございます。初見です、ぜひフォローしてください、ありがとう。もう、え、そう、あのね、本当にね、私なんで今週こんなに忙しいんだろうか。なんかさ、ロケがさ3つ、今日のロケも含めて3つとか、明日の撮影も入れたら4つみたいな、え、なんでこんなに1週間にロケぎゅうぎゅうなんだろう、全部違うロケなのに。不思議すぎる。そんなさ、私ロケのお仕事好きなので、なんか普段自分じゃ行けないところにさ行けたりするからロケのお仕事好きなんですけど、あ、フォローしました、ありがとう、嬉しい、フォローしてくれた、ありがとうございます。そう、ロケのお仕事好きなんだけど、そんなにさロケのお仕事っていっぱいあるわけじゃないじゃないですか。月に1回あったらいいなくらいのな感じなの、私はね。そんななんか売れっ子みたいな感じじゃないから、そんな頻繁にロケに行かせてもらえるほど人気メンバーじゃないから。人気メンバーってか、その何できる四五できメンバーじゃないから、あのそんなに頻繁にロケないんですけど、なぜか今週にギッチギチに入れられてるロケが全部違うロケ、どういうこと？嬉しいんだけどさ、嬉しいんだけど、でも実は今週もっと別のことで忙しくなりそうだから、なんかそう、一番もう今月の中で一番忙しい時期に一番忙しいことが重なりそうで、なんかもう本当にえって感じ。でも嬉しいですね、ロケに行けるのは。とても楽しみ、頑張ります、うん、頑張ります。もう顔が死んでくる、だんだん顔がだんだん死んでくる。
いやもう本当にね、でも嬉しいから頑張ります。うん、でもちょっと早起きだけはやだな。なんか別に早起き辛くないんだけど、別に好きなわけでもないけど、苦手ではない。早起き苦手ではないけど、あの毎日はちょっとしんどくない？毎日はちょっとしんどくないか。はい、頑張るよ。そんな気持ちです。頑張るよ。なんかうん本当に頑張るよ。確かに習慣になっちゃえばもう余裕か、余裕か。でも今日はもう私はもう何もしない。今日はもう何もしないつもりでいるから、あとは本当にお風呂に入って寝るだけなんだ。私は目をもうギンギン、私はもうお風呂に入って寝るんだ。あ、メール送ります。はい、メール送ります。寝ますけど、あ、そうだ、言おうと思ってたことがあったんだ。そうだそうだ、昨日のツーショット撮影会に来てくださった皆さん、写真送ってください。私にもう、私それがめちゃくちゃ元気出るから送ってほしい。本当にそうだ、言おうと思ってて忘れてた。もう私の楽しみなんだよ。私がもう元気になる。本当に送ってほしい。今までのやつでもいいですよ。はい、あの昨日の分じゃなくても、この期間ツーショット撮影会今までやってきてまだ送ってないなっていう写真があったらぜひ送ってほしいです。私の部分だけでいいですか？え、違うの、みんなの顔が私は見たいんですよね。なんかそりゃさ、ツイッターとか表に載せるものはさ、あのプライバシーもあるから皆さんの顔隠していただいて全然大丈夫なんですけど、なんかその私とツーショット撮ってる時の皆さんの幸せな笑顔が見たいし、その昨日のショールームでも言ったけど、本当にみんながこうなんか私に対して好きっていう気持ちをあらわにしてくれる瞬間が、私はアイドルしてて一番幸せだなって思うから、ツーショットの、その皆さんの写真、その顔が隠れてないバージョンの写真って、それをさ一番に切り取れるというかさ、自分いつでも見れるじゃないですか。そうだから、あのもちろんツイッターとかに載せるときはみんなのプライバシーとかで全然隠していいんだけど、そうあのインスタの DM もちろんお返しはできないんだけど、見ることはできるので送ってほしい。本当に私あれ見るだけで超元気になるんだよね。本当に幸せになれる、あの写真見ると。え、しかもさ、たまにさ、ファンの方でその私とツーショット撮った写真だけじゃなくって、そのツーショットのレーンに並んでる途中の写真とかも送ってきてくれる方がいるのね。大好き、本当にそういうの。本当どうでもいい写真とか送ってきてほしい。なんかレーンに並んでる途中のワクワクしてる私とかでもいい。めっちゃレーンの外の世界ってさ、わからないからさ、写真とかでそう送ってきてもらうと結構面白いんだよね。そう、本当に私がねめっちゃ好きなのは、その昨日猫耳つけてたじゃないですか、ゴブに。でそれにあの真似して猫耳つけてきてくださったファンの方結構いらっしゃったんですけど、もうあのレーンの外並んでる時からさ、猫耳とかつけてる方がいるのね、たまに。でそのもう外から猫耳つけてるよってちゃんと分かるような写真送ってきてくれるのがめっちゃ好き。本当に面白い。そうなの、かわいい、めっちゃ
でもその何が一番求めてるかって、みんなのそのツーショットの時の皆さんのお顔が見たいから私は。そう。だからね、ぜひね送ってほしいな。うん。な、会場内って写真撮っちゃダメなんだ。じゃあそれはダメだね。ごめん、それは私がわからないから、わからなかったからごめん、謝る。ダメなんだって。でももうツーショット終わっちゃったから、じゃあ次会ったらダメだね。でもほんとみんなとのツーショットの写真を私は送ってほしい。みんなの顔が見たいみんなの顔が見たいので送ってください。楽しみにしてる。もうあれ見るだけで超元気で、いつもお風呂で見るんですけど、お風呂で一人ツッコミ大会してる本当に面白いんだよね。めっちゃ一人ツッコミ大会してるよ、お風呂で見ながら。そう、私なんかあの何だったっけな、やっぱみんなのさお顔とさお名前をさ一致させるのもさできるじゃん、みんなのお顔が隠れてないから。だからね、そうみんなの顔と名前を一致させることもできるから、やっぱ送ってくれたらめっちゃ嬉しい。もうそれ見て明日も頑張る私面白いよね、きっとさ皆さんもさ私と一緒に撮れたツーショットを見てさ、なんか余韻に浸れるのにさ私はみんなと撮ったツーショットを見て元気になれるっておもろいね。本当に相思相愛すぎない？私たちかわいいね相思相愛すぎて可愛い、本当にお互い励みになってるの可愛すぎる可愛い。送ってくれたら私とっても嬉しい。本当に可愛い私たち、私たち私たちって可愛いね本当に本当だから本当にツーショットなくなっちゃうの寂しい、寂しいな。楽しみにしてるね。ちょっと9時までにする、あと5分ちょっとやろうかな。写真を見たいって言ってくれるのが嬉しい。本当に私はめちゃくちゃ見たい派なんだけど、自分の写りも含めて。そう、自分の写りも含めて見たいと思う。うん、ありがとう。あ、このショールーム終わったらいっぱい送られてきてんだろうなこのショールーム終わったら送られてきてるかな珍しいかな。まあそう、そうか。うん、本当に元気出る本当に全然いつでもいいですよ。なんなら顔加工してもらってもいいけどちょっとノーマルカメラちょっと厳しいので、あの肌加工だけちょっととか、全然どうぞどうぞちょっとあのニキビがあるので、ちょっとニキビ隠させてもらってもいいですか。あ、全然いつでもどうぞどうぞ。なんならなんか いつでも送ってきてくれた方がありがたい。
なんかふとした時に見て、はっ、まあ別にいつでも見れるんだけど、見返そうと思えば、見返そうと思えばいつでも見れるんですけど、なんかふとした時にはっってなるじゃないですか。全然急ぎじゃないんですけど、いつでも、いつでも、もう何でもいい。もう私はとても元気が出るから。そう、だってさ、だってさ、ずるくない？ずるくないっていうか、あの、皆さんは私とツーショットを撮ったことにより、それを見返せばいつでも余韻に浸れるじゃないですか。なのに私は撮っただけ撮って、何の余韻も、思い出でしかないじゃないか。思い出そうと思っても人間記憶が薄れていくものだから忘れていくじゃないですか。あ、みんなは写真を見ればいつでもその気持ちに戻れるのに、私はもう思い出が薄れていくばっかり。おばあちゃんだからもうどんどん消えていく。そう、だからみんなはさ、撮ってくれたのを送ってくれた、私もいつでも見返せるじゃないですか。たまにアイドルの方隠してる、わかる、いるよね。なんかびっくりするんだけど、自分の顔隠すの間違うのかな、アイドルの顔隠す人って。私も見たことあるんだけど、ファンの方で、なんか間違ってないのかな、わかんないけど、自分の顔めっちゃ出してて、メンバーの顔隠してる方私も見たことあって、どういうこと、間違ってんのかな、それともそれが合ってんの。どうなんだっけ、どうなんだろうね。めっちゃ面白かった。そう、そう、あー、独り占めしたいってこと、その推しメンとの顔を。へー、不思議だなと思っておる、私も。可愛くて見せたくないな。そうなんだ。ちょっともうすぐ終わるのでランキングを読めますね。あ、縦だと読めないのか。横にします。13位島風さん、ありがとうございます。12位ファントムさん、ありがとうございます。11位キャンくんさん、ありがとうございます。10位トッシーさん、ありがとうございます。9位テルハヤさん、ありがとうございます。8位タカさん、ありがとうございます。7位雪だるまさん、ありがとうございます。6位トシさん、ありがとうございます。5位ホッシーさん、ありがとうございます。4位ゆうきさん、ありがとうございます。3位マーチンさん、ありがとうございます。2位ニルスさん、ありがとうございます。1位近藤和弘さん、ありがとうございます。なんか喋ってたらお腹空いてきたかも。でももう9時なんだよな。なんか今日いっぱいご飯食べたからいいかな。どうしよっかな。なんか喋ったらお腹空いてきた。じゃあ明日も私早起き頑張るね。みんな、めっちゃ今日メイクキラキラ。普通にステージに立ったとかじゃないのに、めっちゃキラキラじゃない。パイナップルも食べ終わっちゃったんだよね。これ今日なんか割とメイク良くない？バイバーイ。